こんばんは、ソムリエなゆです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回はワインに合うおつまみを作ろうスペイン編ということで、簡単でワインに合うおつまみレシピをご紹介していきます。今日は美味しいワインを飲むぞっていう時、せっかくなら美味しいおつまみも欲しいですよね。でも本格的な料理は大変だし、わざわざ材料を揃えるのもめんどくさいということで、少ない材料で簡単にできるワインのおつまみをご紹介します。今回はスペインの郷土料理ソパデアホを作りたいと思います。変な名前の料理ですが、これが美味しくて簡単でワインにも合うんです。動画の流れとしては、ソパデアホって何ということで、どんな料理なのか簡単に解説、それから実際に作りながらレシピをご紹介、最後にワインと合わせて味見したいと思います。簡単で美味しいおつまみを作りたいという方、ワインに合うおつまみを知りたいという方にぜひご参考にしていただけたらと思います。なお、ご紹介するレシピは本格的というよりは飲みながら作れる簡単ズボラ料理でございます。この動画が参考になったら、グッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではやっていきましょう。ではまずは、ソパデアホって何ということで、どんな料理なのか解説していきます。スペイン語でソパはスープ、アホはニンニクという意味で、そのままニンニクスープのことです。もともとはスペイン中心部のカスティーリャという地域で羊飼いが作っていた料理だそうです。時間が経って硬くなってしまったパンを煮込んで食べられるようにしたというのが始まりだそうです。以前もスペイン料理の回でお伝えしたんですが、このパンを最後まで大事に食べきるっていう精神がいいですよね。スペインではこのニンニクたっぷりのソパデアホを風邪の引き始めに食べるんだそうです。めちゃくちゃ効きそうですよね。ただこれ、風邪の時だけ食べるにはもったいないくらいめちゃくちゃ美味しいので、早速材料からご紹介していきましょう。はい、ではソパデアホの材料こちらです。まずニンニクですね。ちょっと小さめなので丸々1個使っちゃうと思います。そしてパンとオリーブオイル、調味料はお塩とコンソメです。コンソメはあってもなくても大丈夫です。今回は生ハムと卵も入れた贅沢バージョンのソパデアホを作りたいと思います。それでは作っていきましょう。ニンニクを潰してざく切りにするよ。このね、潰してから皮を剥くとね、皮剥きやすいんですよ。はい、では皮を剥いたらざく切りしていきます。はい、こんな感じでかなり粗くで大丈夫です。オリーブオイル、ドッパーン。ニンニクを弱火で炒めて香りを抽出していくよ。いや、もううまいよ。焦げないように気をつけてね。パンもぶち込んで炒めるよ。焦げやすいので混ぜ混ぜしながらよく炒めるよ。お水ドッパーン。グツグツ煮込むよ。塩とコンソメで味を整えるよ。オラオラ煮込むよ。カットした生ハムをぶち込むよ。卵をそーっと割り入れるよ。お好みの硬さまで火を通してね。はい、いい感じですね。では盛り付けていきましょう。はい、これで完成です。早速ワインと合わせていきましょう。はい、今回合わせるワインはこちら、スペインの真ん中ラマンチャで作られた赤ワインです。
ぶどうの品種はテンプラニーリョ、人気漫画のバーレモンハートにも登場しているワインですね。それでは早速開けていきましょう。入ってきました。ではワインからテイスティングしたいと思います。色はすごい濃いですね。縁の方がピンクがかってるんですけど、光を当ててももう向こうが見えないくらい結構濃いガーネット色です。ではまず香りから。ラズベリーとかブルーベリーみたいなフレッシュなベリーの香りと、ほんのり鉄っぽいニュアンスもありますね。あとはちょっと乾燥したハーブとかキノコっぽい感じの香りもあります。ではいただきます。今日もお疲れ様です。乾杯。美味しい。香りで想像した以上にすごくジューシーな味わいです。色からして結構濃くて渋いかなって思ったんですけど、飲んでみると割と軽やかで、すごくジャムっぽい感じの果実味ですね。グビグビ飲めるような親しみやすいワインですね。渋みの強い赤ワインが苦手な方にもこれすごいいいと思います。ではサパデアホもいただきます。わー美味しそう。いただきます。うまっ。すっごい優しい味。ニンニクをあれだけたくさん入れたのにめちゃくちゃ優しくてまろやかな味です。あとパンがトロトロだし、卵と生ハムがコクを与えてくれてめちゃくちゃ美味しい。これは元気になる味ですね。では赤ワインと合わせてみます。いただきます。これもうポカリですね美味しい。このふわっと残るニンニクの香りと優しい赤ワインがめちゃくちゃマッチします。優しい味わいのスープなので軽めな赤ワインにしたいなって思ってたんですけど、これめっちゃいいですね。なんかこれにご飯入れたいくらいめっちゃ美味しい。これはもう栄養もたっぷりだし、体も温まるし、ほんと風邪の時にもいいですね。これとワイン合わせたらもう体の中から消毒できますね。今回はスペインの郷土料理ソパデアホを作ってみました。すごい量のニンニクを使うけど、とっても優しい味わいなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。動画の最後に作り方のおさらいを載せておきますので、ぜひ見ながら一緒に作ってみてくださいね。いかがでしたか？このチャンネルではおうちワインがもっと楽しくなるポイントなどを発信しています。美味しそう、飲んでみたいと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。ご質問やリクエストなどありましたらコメント欄までお寄せください。また私の公式 LINE では、明日大事な会議だからニンニク料理ニンニクマシマシで食べるんだけど、どんなワインが合うかなとか、お友達の家に持っていくのにおすすめあるなどなど、ワインに関するお悩みや疑問を24時間受け付けております。あなたの専属ソムリエがお答えしますので、ぜひ概要欄のリンクから友達登録お願いいたします。また美味しいワインが飲みたい、全部プロにお任せしたいっていう方は、私がお一人お一人に合ったワインをお届けするバンビバンというオンラインワインショップも運営しております。私のオリジナルグッズを扱うアユのワインコベアもオープンしておりますので、ぜひ遊びに来てください。ワインのこと、ペアリングのこと、もっと深く知りたいという方は、インスタグラムや音声配信のボイシーでもっと深いお話をしておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。これからも誰でもできるズボラワイン飯、どんどんご紹介していこうと思います。作ったよっていう方、またリクエストなどありましたら、ぜひコメントで教えてください。コメントいただけたら、大事な会議の前日にニンニクのお素焼きとガーリックパウダーとニンニク食べて喜びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。素敵なワインの時間をお過ごしください。またね。
でも本格的な料理は大変だし、わざわざ材料をするドミニオ・デ・エグレンという作り手さんのエストラッテご質問やリクエストなどありましたら、また私の会議じゃない